第二次世界大戦北アフリカ戦線イタリアのエジプト侵攻イタリアのエジプト侵攻は第二次世界大戦の北アフリカ戦線においてイタリア王国がイギリス、イギリス連邦及び自由フランスに対し取った構成である。この侵攻における当初の目標はスエズ運河の制圧だった。イタリア軍が イタリア領リビアからスエズに到達するためには、エジプト王国北部を通過する必要があった。何度か攻撃は延期され、さらに攻勢の規模は、当初よりも縮小された。最終的に目標はエジプトへの進行と、その全面の敵部隊に対し攻撃を行うことになった。イタリア軍はこの攻勢で、約65ミエジプト領内へ進行した一方、 イギリス軍の地対作戦部隊とは接触したものの、その主力部隊との本格的な交戦の機会はなかった。地対作戦は、第7機構手団中の1個旅団強の部隊がこれに当たった。第7機構手団及び、インド第4不評師団の残りの部隊からなる、イギリス軍の主力は、イタリア軍が侵入した地点から約80見離れた、マルサマトルーに設定された。 主防衛陣地へ配置された。1940年6月10日、イタリアはナチスドイツ側についてイギリス、フランスに対し宣戦布告した。これに対し、6月13日、エジプトのサブリ内閣はイタリアと国交を断絶し、中立を宣言した。1939年9月の段階で、エジプト政府はドイツに対して国交を断絶していた。 イギリスは1936年にアングロエジプト条約を結んでいたものの条約の規定によるスイズ運河地帯以外からの撤兵は進んでいなかった。またこの条約には締結国の一方が戦争に突入した場合には他方はこれを援助する。と規定されていた。イタリアが参戦した時点でリビアにはイタリア軍の第5軍及び第10軍の2個軍が駐留していた。 このうち、第5軍は、トリポリタニアを管轄し、チュニジアのフランス軍に対応していた。一方、第10軍は、キレナイカを管轄し、エジプトのイギリス軍と対峙していた。この2個軍の状況は、戦線布告時点には9個師団で構成されていた第5軍の方が大きく、第10軍は5個師団で構成されていた。フランスが降伏した後、 第10軍を増強するため、第5軍から師団を呼び、軍需物資の移動が行われた。エジプト侵攻時点では、第10軍は10個師団、第5軍は4個師団で構成されていた。しかしながら、切れないかの多くのイタリア軍は、輸送能力に問題を抱え、さらに将校であっても十分な訓練を受けておらず、支援部隊の状況も弱体化していた。 砲兵部隊と戦車部隊は、リビアのイタリア陸軍の作戦参加部隊中では、最も士気が高かった。けれども、その装備していた火砲の多くは小口径で、旧式の威力が低いものだった。また、その戦車部隊の装備は、数百両の L3K 戦車だった。この L3K 戦車は、二人乗りで、機関銃を装備した、いわゆる豆戦車だった。 進攻の直前にようやく70両の M11、39中戦車が到着した。進攻開始以前から北アフリカのイタリア軍の計画は順調に進んでおらず、6月12日にはすでに63名が捕虜となっていた。6月17日には第6府表示団司令部をもとに西方砂漠軍が組織された。西方砂漠軍は 切れないかのイタリア軍に対応するすべての部隊をもって、リチャード・オコーナー・中将が指揮を取ることとなった。オコーナーは司令官に就任するにあたり、中将に承認したもので、航空機、戦車及び火砲に支援された1万名の将兵が、その指揮下となった。オコーナーに与えられた任務は、国境地帯で積極的に紹介を行い活発な戦闘を行う、ことであった。 彼は、砂漠の無人地帯を支配するために、第7機構師団の戦車、不評及び砲兵を組み合わせた、ジョック戦列と呼ばれる部隊を編成した。この部隊は小規模ながら、よく訓練された、正規部隊で、国境地帯のイタリア軍輸送部隊や防御を固めた、防衛拠点を吸収した。イタリア戦線布告後の一週間のうちに、イギリス第十一景気兵隊によりリビア領内の、 フォートカップ2が占領された。さらに、イギリス軍は、バルディアの東方で待ち伏せを行い、イタリア第10軍公兵司令官、ラストゥッチ将軍を捕虜にした。6月28日、イタリア北アフリカ軍総司令官、リビア総督イタロバルボク軍元水がトブルクの飛行場への着陸時に、味方の誤射により死亡した。彼は、 同世代の将軍たちに比べ戦争における近代的技術の効果をより深く理解していたものと見られていた。また彼はイタリア軍の北アフリカにおける成功は敵の意表をつく迅速な攻撃しかないものと見ていた。バルボはイタリアの戦線布告前にムッソリーニに対し彼の思っている問題点をこう述べていた。私が問題にしているのは 将兵の数ではなく、その装備している兵器であり、その数は不足し、過報は非常に旧式で対戦者及び、対空兵器として使えず、これら移動と戦闘に必要な兵器を供給できないならば、何千名の将兵を送り込んだとしても無駄なことであります。そして、彼は1台のトラック、100台の給水車ともっと多くの、抽選者及び対戦車法を要求していた。 これらは、イタリアでは、不足しており、中には製造すらできないものもあった。この彼の要求に対し、ローマの参謀総長、ピエトロ・バドリオは、簡単に約束するとの返事を送った。これについてバドリオは、70両もの抽選者があれば、戦況を支配することができるだろう、と考えていた。バルボは死ぬ前に、エジプト進行7月15日として、 準備を進めていた。イタリアの統領ベニート・ムッソリーニは死亡した、バルボの後任に、ロドルフォ・グラッツィアーニ元帥を総司令官、総督とした。ムッソリーニは彼に対し、8月8日にはエジプトへの進攻を開始するよう命令した。これは、グラッツィアーニが抱えることとなった不可能なことのうちの一つであった。彼はムッソリーニに対し、 第10軍の進行作戦の準備が整っておらず、さらにこの状態では、エジプト進行の成功は無理であると訴えた。けれども、ムッソリーニは彼に対し何としても攻撃を開始するよう命令した。リビアのキレナイカ地方から、エジプト国境付近イタリア軍のエジプト進行経路を検討した結果、イタリア軍はアレクサンドリアからの鉄道の終点である。 マルサマトルーの占領を目指し、地中海沿岸の道路約140ミを迅速に進行してくるものと思われた。このため、イギリス軍はここを防衛拠点として準備することとした。砂漠地帯は機械化部隊の作戦行動に制約を受けない理想的な場所であった。また、断崖が海岸から平行に南方約10ミ内陸側を走っていた。 この海岸と断崖の間の平坦な地域では、進撃に様々なルートを選択する余地が十分あった。けれども、崖の上の大地と海岸線の平坦地との往来は、小さな港町ソレウム付近でしかできなかった。ここは、岩が多く、機動性を妨げる自然の障害となっていた。イタリア軍が海岸線からどれだけ離れて、未開の内陸砂漠地帯の中を、 進行作戦の経路として利用できるかについては、二つの要因によって支配されていた。その一番目は、進行軍がどれだけの車両を物資輸送に振り向けられるかということであり、二番目は、進行軍がどれだけの量の物資を輸送しなければならないかということだった。この中で、食料、燃料及び交換部品は重要な物資であったが、とりわけ水が、 すべての物資に優先するものだった。マリオ・ベルティ将軍の10個師団を用した第10軍は、第20、第21、第22、第23及び、リビア兵団の5個軍団に編成された。この第10軍の師団は、標準的なイタリア本国不評師団、クロシャツ師団、及び、リビア師団であった。このうちエジプト侵攻に参加したのは、リビア兵団、第21軍団及び、 第23軍団であった。リビア兵団は2個リビア師団とマレッティ戦闘団により組織されていた。マレッティ戦闘団はマレッティ将軍指揮下の6個自動車化されたリビア大隊で臨時に軍団の編成に入ったものだった。第10軍に送られた M11、39中戦車のほぼすべてがこの機械化部隊に配備されていた。マレッティがその部隊と共に エジプトへ前進していた時に、グラッツィアーニは、エジプト国境から離れたとブルクで、彼の幕僚と共に全イタリア軍進行部隊の指揮を、取っていた。砂漠における、通常の戦術の通り、ベルティ将軍は、第21軍団の主に不評部隊を海岸沿いの、道路から進行させた。この第21軍団のイタリア本国師団は、砂漠の経験が乏しかった。 本国師団の砂漠側となる南側面を経験豊富なリビア師団と機械化されたマレッティ戦闘団を進ませた。ベルティの地上部隊はイタリア空軍リビア航空軍団の様々な機種からなる300機の航空機の支援を受けた。リビア航空軍団は4個爆撃航空団、1個戦闘航空団、3個戦闘軍。 二個偵察軍及び二個、植民地偵察飛行隊で編成されていた。この航空軍団には、サボヤ・マルケッティ、SM ・ス・ M79 爆撃機、ブレダ BA ・ BA65 対地攻撃機、フィアット CR ・ CR42 戦闘機及びイマームロー37カプロに、CA309 及びカプロに、CA310 ビス偵察機が配備されていた。また、航空軍団は、 戦場での陸軍に対する随伴、支援を目的として編成されていた。けれども、空軍とは異なり、ベルティに対する海軍からの支援は、わずかばかりであった。イタリア海軍は、戦線布告以来すでに10隻の潜水艦を失っていて、海軍は、この時期大きな危険を犯すわけにはいかなかった。さらに、イタリア海軍は、すでに深刻な燃料不足に陥っていた。 当時、イギリス中東方面軍司令官アーチボルトウェーベル、将軍のエジプト領内での兵力は支援及び、管理部門も含め、約3万6千名であった。彼はこれだけの兵力で、リビア約25万名及び東、アフリカ約25万名ものイタリア軍からエジプト、及び、スウェズ運河を防衛しなければならなかった。 西方砂漠軍は、イタリア軍の進攻に直面することとなり、この時点で、同軍は、ノエル・ベレス・フォード・ペレス少将,将指揮下のインド第4、不評師団及びマイケル・オムーア、クレア少将,将,将指揮下の、第7機構師団により構成されていた。イタリア軍のマルサマトルへの攻撃を見越し、イギリス軍は8月半ばにウィリアム・ゴット・ジュ将指揮下の、 第7支援軍を国境地帯の前線に残し、機構部隊の大半をマルサマトルー近郊に集中的に配置するために、前線から撤退させた。この第7支援軍は、簡単なく攻撃を仕掛け、ただし、イタリア軍の進行作戦が開始された場合には、本格的な交戦を避け、できるだけ進行を遅らせ時間を稼ぐよう指令を受けた。 イギリス軍はこの戦術により、わずかな損害で、国境地帯からマルサマトルーまでの間を防衛し、マルサマトルーを防衛拠点として、進攻から守り抜くこととした。イギリス軍の防衛計画は、第11景気兵隊を含む第7支援軍を機関とした地帯作戦部隊により、イタリア軍がマルサマトルーへ攻撃を開始する前に、絶えず攻撃を繰り返させながら、 この部隊をマルサマトルーへ撤退させるというものだった。マルサマトルーでは強力な不評部隊がイタリア軍の攻撃を待ち構え、さらには砂漠の山脈の急斜面において第7機構師団の主力部隊が反撃の態勢を整えていた。死体作戦部隊の標的は部隊の実際の規模よりも大きかった。支援軍の多くはその機動力を進行側面に当たる。 砂漠地帯で活かし、海岸線の道路を遮断する任務は、コールドストリームガーズ第三大隊と自由、フランス海兵隊一個機械化中隊が担当した。1940年5月末に、中東のイギリス空軍は205機の航空機を保有していた。その内容は、旧式のブリストルボンベイと、 ブリストルブレニム中爆撃機が合わせて96機、旧式のグロスターグラディエーター戦闘機75機と、他の方の戦闘機が34機だった。6月には4機のホーカーハリケーン戦闘機が到着したものの、このうちの1機だけが、西方砂漠軍向けの予備であった。7月の末には、イギリス海軍は東地中海を支配するに至った。 イギリス海軍は、イタリア軍の沿岸陣地への砲撃が可能となり、マルサマトルを超えた沿岸部までの物資輸送を護衛することができた。1940年8月10日、ムッソリーニは、グラッツィアーニ原水に向け原名を発した。イギリス本土上陸作戦の実施が決定され、準備に入った。実行日は週内もしくは月内であり、 ドイツ軍のイギリス本土上陸の日には、機関も進行を開始していなければならない。繰り返すようだが、この命令は、地域の占領自体を目的としているのではない。アレクサンドリアであろうが、ソルームであろうが、そこの占領を要求しているのではない。私が求めているのは、ただ機関が、機関の目の前のイギリス軍を攻撃しているということで、ある。ムッソリーニの言命に答え、 グラッツィアーニは、第10軍司令官ベルティ将軍に対し8月27日を、進行開始として準備するよう指令した。けれども、グラッツィアーニ、ベルティアルイは他の北アフリカの将軍の中で、進行の成功を信じているものはいなかった。ローマの総参謀長、バドリオ元帥は十分な物資の供給を約束したが、それは現地には届いていなかった。 9月8日グラッツィアーニは翌日エジプトへ進行することとなった。5個不評師団にマレッティ戦闘団を加えたイタリア軍によりエジプト進行が行われた。進行には動員可能なリビアの植民地部隊のほとんどが含まれていた。リビア植民地部隊、リビア兵団を構成していたリビア師団には正規のリビア騎兵が含まれていた。また、同士団は 砂漠専門の部隊及び、ラクダ部隊、不評大隊、砲兵及び、非正規機兵も、編成の中に入っていた。進行計画は、輸送能力不足に対応して変更が行われた。側面の砂漠を、進行経路とする案は変更され、第1及び、第2リビア師団が、海岸道路近くの経路から第23軍団の先方部隊として進行することとなった。 マレッティ戦闘団は進行側面の護衛部隊としての役割が与えられた。第10軍司令官ベルティの戦車及び砲兵部隊の用法は単独の戦力として用いるのではなく、あくまでも不評の随伴戦力として運用するというものだった。1940年9月9日、イタリア空軍機によるイギリス空軍機に対する航空戦が開始された。 リビア東部からエジプト西部の空域でイタリア空軍戦闘機 CR-42 とイギリス空軍戦闘機グロスターグラディエーターとの戦闘が行われた。また、双方の爆撃機はそれぞれ敵の防御陣地に対し空爆を行った。イギリス空軍は飛ブルク他イタリア軍進行部隊背後の中間準備地域を爆撃した。これに対しイタリア空軍は 進行経路のイギリス軍防衛陣地の戦力を弱めるために爆撃を行った。この進行の過程で一個手段は進路を見失い、多くの車両のエンジンがオーバーヒートを起こすなど、イタリア軍地上部隊の進行は困難を極めるものだった。一方、数で圧倒されていたイギリス軍は地雷を不設し順次撤退を続けた。不幸なことに、 マレッティ戦闘団は、エジプト国境近くのリビア側の進行開始地点、シディオマールへたどり着けず、動けなくなっていた。この結果、イタリア軍地上部隊の進行開始はゆっくりと、始まった。イタリア軍は、自身の発する無線通信を傍受され、これらの情報は、筒抜けだった。9月10日に至るまで、マレッティ戦闘団は砂漠を通過しながら、その進路前方の、 第11景気兵隊を発見できなかった。ノームがイギリス軍を隠し、イタリア軍の干漫な前進の追跡を可能にした。霧が晴れた時に、第11景気兵隊は、上空のイタリア空軍機と地上の戦車及び、砲兵の攻撃の標的となった。9月13日、6月に、イギリス軍第11景気兵隊に占領されていた、リビア領内のフォートカプッツォが、 第一クロシャツ手段、3月23日により、奪還された。この日、イタリア軍は、リビアエジプト国境を越えた。エジプト侵攻作戦を開始した4日後にようやく、エジプト領内に侵入することができた。同日、ソルームでは、コールドストリームガーズ第三大隊の1個小隊が、第一リビア手段全体の唯一の標的となっていた。その前に、 平地で、リビア兵団の下方、戦車及び、輸送車両は隊列を組み整列していた。嵐のような砲撃が、第一条のイギリス軍全商人地の上に降り注いだ。けれども、弾幕射撃が開始された時点で、すでに全商人地の部隊は、ハルファや峠を降り撤退していた。砲声がとどろき、これにより、地平戦火で死にできない。 イギリス軍の小部隊からの必要な攻撃に悩まされていたイタリア軍将兵は勇気づけられることとなった。イタリア軍の四個師団の大部分は小銭合いだけで峠をゆっくりと通過していった。イタリア軍はイギリス軍が撤退して行った時に付設していった。地雷によりいくらかの損害を被った。また、ほとんどイギリス軍兵士と遭遇することがなかった。破壊され、 放棄されたイギリス軍車両の存在がイギリス軍部隊がすでに撤退していたことを無言で示していた。9月16日、アラムエルダブ付近の海岸道路から内陸部へ移動しようとしたイタリア軍の大規模な戦車部隊によりコールドストリームガーズ第三大隊は孤立した。この時に無線通信により第十一景気兵隊への援助要請が通じ第三大隊は 行為を免れた。同日の終わりには、防衛部隊のほとんどが、マルサマトルー付近への撤退に成功した。この時、イタリア軍は、この進行する予定であった、最も同位地点まで来ていて、第一クロシャツ師団は、シディバラーニを占領していた。イタリア軍は、シディバラーニの先住民にあるマクティラまで進んで、グラッツィアーニは装備と、物資補給を理由に進行を停止した。 彼は、ムッソリーニとバドリオに対し彼の抱えている、問題点を述べた。その際、彼は、彼の部隊の移動が徒歩であるために、マルサマトルへの行軍は6日を要すると述べた。また、物資を要求したその中で、新たに600頭のラバが付け加えられていた。このことは、彼が、輸送用の車両を望んでも無理なものと諦めていたと、見られる。 イタリアの侵攻とイギリスの反抗侵攻を通じ、イタリア軍はいくつかのイギリス軍の飛行場を占領した。ムッソリーニが侵攻を継続するよう督促したにも、かかわらず、グラッツィアーニはシディバラーニで残酷陣地を築いた。さらに加えて、彼はマクティラトゥマーニベイワ及び崖の上の大地上のソファフィの9カ所に、堅固な防御を施した基地を建設した。 また彼は、後方のブクブク、シディオマール及びハルファヤ峠に、イタリア本国師団を配置した。グラッツィアーニは、マルサマトルーのイギリス軍主力防衛陣地の、約80ミニーシまでにしか到達できなかった。最終的に、イタリア軍のエジプト侵攻は、イギリス軍の主防衛陣地にまで至らなかった。また、続けて、マルサマトルーへの攻撃も行われなかった。 この進行は当初の目標としていたスエズ運河のはるか手前で終わった。この時のイギリス軍についてウェーベル将軍は次のように記している。この忍耐と戦術眼を要した撤退作戦において冷静かつ効果的な方法により支援軍を指揮したウィリアム・ゴット准将と砲兵隊を指揮したキャンベル・中佐に最大限の栄誉が与えられるべきである。 ムッソリーニは10月26日、イタリア軍のエジプト侵攻に関し、次のように自問した。シデイ、バラーニを占領して40日経過し、この停隊はどちらにとって有利であるか、我々であるか、それとも敵であるか、私は自問した。私はそれに応えるに躊躇しない。それは、我が方よりも、確実に敵にとって、より有利であった。そして、この件について、 今後もこの作戦を継続したいと思っているのか、どうかの回答を出すべき時になっている。2日後の10月28日、イタリア軍はギリシャ侵攻を開始し、これによりムッソリーニの関心はエジプト及びグラッツィアーニから離れていった。けれども、グラッツィアーニはゆっくりとではあったが、物資補給路を整備し、進行継続の準備を進めていた。 イタリア軍のマルサマトルへの攻撃開始は12月15日あるいは18日と設定された。しかしすぐにグラッツアーニとイタリア軍はエジプトにおいて主導権を失うこととなった。1940年12月8日、イギリス軍はイタリア軍の拠点シリバラーニの外郭防衛線のイタリア軍陣地に対し攻撃を開始した。この 第10軍司令官ベルティ将軍が病気となり、イータロガ・リーボルディ将軍が臨時に指揮を取っていた。イギリス軍の攻撃は完全な成功を収め、エジプトにあったイタリア第10軍で壊滅を免れ、撤退できた部隊はわずかであった。12月11日には、イギリス軍の攻撃は、コンパス作戦と呼ばれた本格的な反抗作戦となった。 イタリア軍はリビアへ向け交代に交代を重ね、エジプト侵攻開始地点よりも交代し、イタリア第10軍は壊滅した。また、イギリス軍は、1936年のアングロエジプト条約の規定にかかわらず、イタリア軍の侵攻により、兵を増員し、エジプト全土を占領、主要基地に軍勢を敷いた。ありがとうございます。